松江市に本店を置く島根銀行は今日、今年度第一四半期の決算について本業の利益を示すコア業務純益が1億5100万円で4年ぶりの黒字、純利益が3800万円の黒字となったことを発表しました。 SBI グループとの業務提携に基づく各種施策の推進によりまして業績に回復に向け着実に前進してきております。本業の黒字は貸し出しや預金の増加に加え SBI ホールディングスとの連携による資金運用の利益増加などが理由です。また島銀が取引する出雲市のソフト開発会社と SBI のグループ会社が技術提携した金貸管理システム金貸レコを来月7日販売開始すると発表しました。